何の5周年かと思った腐るほど合ってる、おもろい。おーレーン、レーン、こんばんは。一乗寺ひかるさんハートありがとうございますねえ、服の色一緒やめて、めっちゃおもろい、めっちゃおもろい。確かに、やっちんさん銀ハートありがとう。ちょっとさっきもいろいろくれた、カズマさん、小田、ウェイさん、ツッチーさん、ライブドさん、コニタイミズさん、山内ちーさん、ツッチーさん、ネバーストップさん、ネズミキャンさん、ありがとう。なるほどね。確かに。このさ、ともみさんのさ、なんていうの、あれ、カンストしています臭みスカウンター臭い。こちらこそ。80歳になってお酒飲めるんですか、やばピピ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 ピレーン、レーン推し、来ないでって、はあ、うん、うん、ああ大事。そうね、ちょっと全然充電されないのであれなんですけど、申し訳ない。明日から連ロス、そんなそんなに推しじゃない、別にそこまで推しじゃない。天守閣さん、コロポックルさん、アキラさん、コロポッ、あ、言ったわ、コロポックさん、マジカナバナナちゃん、マリ、マク、マクリザシさん、ありがとうございます、ギフト。何それ、グッ、なんちゃらなんちゃらなんちゃら、何、すごい謎。
次のドラマ？次、あ、そういうこと？次のドラマってそういうこと？まだ決めてない。誰かメンバー出るやつありますか？一個だけ一緒に見るやつ欲しいよね。それはあり、確かに。確かに。おにぎり握ってる。おはよう。いっぱいおにぎり握ったね、旦那。かわいい、九条里奈。料理ハマって出たそば。やば、最初の一歩、最初の一歩があればそばまで作れるようになるんですって、皆さんね。ね、みんなはるぴょんに作らない作らないって言うけど、あ、充電ちょっとずつちょっとずつ回復。粒粒、あんこは粒が美味しいだよね。あ、やばい、あ、やばい、レンと好み合わないわ。レンと好み合わないわ。やばい、来週の話してる。たまごさん、ハートありがとうございます。どういうこと？返してレンタルの Wi-Fi。 これ何の時間？レン、レン。ありがとう、1611日。ああ、私は応援されない。私は明日がないと思って生きてるから。だから今日一日を大事にしようって思って、今日行かない選択肢はないんだよ、レン。それはさすがにないよ。
しいよ、うぐもりさん。皆さんが蓮の立場だったらやっぱ言ってほしくないのかな。そっか、離婚してたことも言ってないのか。あ、リナかわいい。こしあんの良さはちょっと教えられても好きじゃないな。何？はっ！リナ！九条リナ可愛すぎる。かっけえ。運命を変えるためにかっこいい。なんか華やかになってるお花。あ、今日あれだ、すごいストレート。歌葉ちゃん、でで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 、うわ、鵜森さんの事件あったのにさ、柵このままなんだね。マジでそれ。高くしろよって思うよね。いや絶対星崎くん、いやもう絶対星崎くん、なんかメンズの手でしたよね。なんか女子の手じゃなかった、女子の手じゃなかった。気がした。黒剣さん銀だるまありがとう。伊賀の藤丸さん銀だるまありがとう。絶対星崎くんだよ。なんかうちらは星崎くんでしょみたいな感じじゃないですか。でも多分生徒たちからしたらっていうか、このドラマのなんていうの、中にいる人たちからしたら、まあ、別になんか星崎くんって怪しくないじゃん。だから星崎くんでもマジかってなると思うんですよ。いや星崎くんじゃなかったらもう全力平謝り、うん、本当に申し訳ございませんでしたって言います。星崎くんじゃなかったら、はい。キョンさん、藤川バナナちゃんハートありがとうございます。リジェシャン右側の銀タコありがとうございます。言えなかった。お願いだから星崎くんで会って、
もう他の生徒じゃな、他の生徒だったらもうそんな考察とか無理じゃんか。星崎くんで会ってほしい。最低な願いだけど。めちゃ最低な願いだけどね。てか袖につけるんだね、卒業おめでとうって。はい、星崎くん、やっほー。こんにちは、お待ちしてましたよ、あなたのことを。突き落とそうとしてるところまで言うたんや。待ってたよ、あなたのこと。星崎くん、てか相良がさ探してんのいいね。逆に落とし返す？花壇とかそんなん、いやいやいや。は？は？花壇で人一人救えるわけないじゃん。その学校ちょっと不安だわ、うち。確かにリナは知ってんだもんね、誰が落としたか。あ、分かってなかったんだ、手しか見えてなかったんだ。あれ、そう言ってたっけ。あ、そう言ってたわ。そうだよね。1週目では俺のヒーローじゃなかったってこと、まあ、全員のヒーローじゃないよね、先生は。1週目では確かに。なんか星崎くんそんな感じかも。マークーンさん、ハートありがとう。コウさん、ハートありがとう。え？ああ、そういうことか。下を？え、どういうこと？明確に殺意がなく起きたってこと？もうふんみたいなこと。やば、ふんって落とされたこっちの身にもなってほしいわ。ずっと、はあ、ずっと変な方向向いてたもんね。確かにそれは言われてた。私がよく見てた考察系 YouTuber さんの中で、星崎だけ変な方向向いてるって。
逆サイドから。え、やっぱ星崎くんタイムリーパー説。それは違う。それは違う。あ、自分が救いに救われに来たわけじゃないんだ。星崎くんを助けに来たんだ。りなちゃん、いや花壇あるから大丈夫ではないでしょ。わかる？喋ってる間座ってほしいよね。本当に。なんか落ちそうで嫌だ。あ、ここで来る？物置に閉じ込められる。星崎？なんて危ない遊びなんだ。いた。やばい、マジで見てた。星崎も悩んでたんだね。こんばんは。ちょっとこれ終わったら変えようかな、端末。あっ、え、この白黒は星崎視点だったってこと？星崎視点ではないけど、星崎のここのこの言葉にリンクしてたってこと？りなちゃんです。色付きの人間。じゃあなんで落とそうとしたの？2回目。
よかれと思って話したんだ。なんか普通に悪い人、なんて言葉にしていいんだろう。なんか悪くしようとして西野さんのことを言ったわけじゃないんだってことでしょう。あ、星崎いいやつなんだ。こんばんは。ごめん星崎、悪者扱いして。辛かったんだよ。意味が分からん、それはちょっと。それはちょっとよく分からんかもしれんな。ごめん。なんて言うんだろう。いいな。一回まずそっから降りようか。お願いだから。
そっから降りようか君たち。タイトル。何？リナの頼みなら何でもする。りなちゃんいいこと言ったろ。好きになっちゃう。りなちゃんのこと私。好きになっちゃうよ。響いたかな、星崎くんに。あーやっぱ響かない。ちょっと待って、どうしたらいいの？さくら、子供店長、さくらくん。
諦めないで、お願い、あなたは誰？お前かよ、レン。ごめんなさい、お前とか言ってごめんなさい。いや、生徒来た意味よ。どうやって入ってきたんで。うん、ちょっとちょっとちょっといい旦那すぎる。ちょっと旦那いい旦那すぎる。さがら、いいやつや。いや近いね、旦那近い。無理、その担任見たくない。てか卒業式星崎親来てない？高校だから。真っ赤な太陽って言ったよ今、聞いた？ちゃんと色が見えたんですよ星崎くんに。聞きました？皆さん、ザッキーに色が見えた。ちょっと待って、ちょっと一回これを切ります。一瞬3秒ぐらい。あ、ちょっとそれは無理、ごめん、3秒は無理だけど、ちょっと切って、ちょっと端末を入れ替えますね、交換庫します。ちょっと待っててください、すぐに終わりますので、ちょっと待っててください。そう、端末の入れ替えっこしますので、ただいま。すごいなんかドアップになったよね。でももう終わっちゃうよ、時間的に。お、お、始まった。何？は？
誰か救急車呼んで、マジで。え、歯なんだけど、マジ歯、マジ歯、歯マウカ。やだよ、最後に見たのが。え、何？うん。ひーちゃん。ちょっとなんかイライラする、浜岡に。隠されただ。え、違うかな。隠されただった。旦那ずっと同じ服？何日経ったの？なんていいタイミングで来るの、あなたたちは。星崎ちゃんと着てる。確かに生徒はいつまで制服。確かに。ぬくもりてやん。ちゃんと誰かが花変えてくれたんだね。なんて愛されてる先生なの？こんな生徒さ、何人？30人出したっけ？全員来てるよ。ザッキーからのお花ボーンでしょ。もう。待って、四角の中は何でしたか。違う、託されたでした。はい、あの
すいません1個いいですか。フルを見てということですね。はい、じゃあフルを見ましょう。一個いいですか。いやマジ校長どこ行ったん。ねえ、あのさ、校長どこ行ったん。マジで本当に何。どこ行ったん。いやマジ校長おらんまま。あ、いないままなの。あ、そう、まあいいや、分かったよ。合唱教頭頑張ったからいっか。校長はどっか行ったんだね。フルで明かされるかな。明かしてくれるならいいんだけど。ということで、まあ無事ほぼ見れたよね、みんなと。終わりましたけど、どうよいかがでした。いやー、なんかさ、まあね、なんていうの、こんな学校あるわけないじゃないですか。普通に考えてないじゃん。でもまあこういう学校が作られるといいよねっていう話でもあるし、別に学生だけじゃなくて今のうちらにもめちゃめちゃ刺さるものいっぱいファンの皆さんもあったんじゃないかなと思うし、いやそうなんだよね、やっぱその芦田愛菜さんも、まなちゃんじゃない、芦田愛菜さんと加藤清史郎さんのもう演技がもう素晴らしすぎて、あのもうはい、芦田様加藤様ですね、もう子供店長なんて言えません。もう芦田様加藤様ありがとうございます。本当に素敵なものを作っていただいてっていう感じです。はい。レンについて、いや粒あんの方がうまいよ。レンくんへ、粒あんの方がおいしいよ。いやまあでもなんだろう、まあ、無事とりあえず最終回見れたのは本当に良かったなって思うし、相良が憎い、マジひーちゃん相良と別れて正解、本当にあん時ちゃんと付き合ってなくて良かった。本当にそう思う。
で、まあ、そんな話をしている最中に、2日目、武道館の2日目のセットリストが届きまして、私何出るんだろう。え、マジ？ちょっと待って。あ、でもまあ大丈夫、頑張る。すごい、どっから声出たって声出たけど。これは何？え、なんか点ついてるのとさ、これ何の曲？いい曲 いい曲。これは何ですか？あ、はいはいはい、頑張ります。これはなんだ。おお。いや、なんかね、人が 人が多すぎて、こう、なんていうんですか、この曲って書いてある、めっちゃこっち側に私がいるんですよ。そう、こうセットリストがダーってこの曲書いてあって、でその次に、まあどこでやるとか、そのなんていうの、ここでこういう感じの演出にしますみたいなのとか、そのダンス演出考えてくださる方はこの方ですとか、その尾行みたいな書いてあって その後に選抜メンバーが書いてあって、 AKB4 で研究生って書いてあるんですけど 曲ここにあって、ここら辺に もう全然、曲ここら辺にあったとしたら、もうほんと紙のここら辺に私が出る名前があるから、橋本っていう。もうめっちゃこうスクロールしないと分かんない そう そう、めっちゃスクロールしないと分かんないの。だからもう、何出る私みたいな まあでもまた資料まとめて、まあとりあえず、披露するときにお楽しみにって感じ。2日目ようやく見れました 最高の教師は、そうですね、もう九条里奈に私も学生時代に会いたかった、以上って感じです。そうか、パソコンで見れば楽なのか。そう、 iPad で見てもめっちゃ大変なの、パソコンで見れば楽なのか。これからそうしよう。ということで、一緒に見れてよかったなと思います。まあいろいろありますけど、明日は服イベントですし、明後日はチーム B 公演ですし、明後日はまあで27日もなんかイベント決まりましたし、皆さん明日も生きるぞと強く思って頑張りましょう。そう、明日福井頑張りますということで、皆さん一緒に見ていただいてありがとうございました。私も明日のあれいろいろあるので寝ます。お風呂も入った。ということで、最後にランキング読んで終わります。
1位直吉さん、2位サプライズレバーアット3、3位藤野大吾さん、4位イバジュンさん、5位エンドレッドアットピョンズさん、6位トラックヤローアットゴリさん、7位哲也アットハルピョン大好きさん、8位マジカナバナナアット陽キャ2人と4時起きで福井。マジ何で車で来るってこと、寝てね、あの陽キャに運転任せてやばい、陽キャかわいそう。でも陽キャだから大丈夫、陽キャが誰かわかんないけど大丈夫、陽キャだから大丈夫、絶対運転してくれるから陽キャ頼んだよ陽キャ頼んだよ。9位ネバーストップアット、ゆきりんさんの生誕祭は惨敗でした、うん、でしょうねでしょうね10位コロポックルさん、11位マックミックさん、12位一条寺ひかるさん、13位ワークンさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーナンバーは5682人なので、56位と82位ジャビさん、56位吉本レッツさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。本当最高の教師一緒に見ることができてよかったです。またあのなんかハルピョン見たいかもこのドラマみたいなのあったりとか、メンバーがだって誰か出てたりとか、なんかねそういう AKB 関連のメンバーさんが出てるものだったりとか一緒に見れたらなと思うので、まあ、こういう考察系だったらねより良いって感じなので、またぜひ一緒に見ましょう。ということでそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、次のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5767人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春菜でした。それでは今宮さんホームラン打ったけど今日ホークス負けたんで、おやすみなさい、バイバイ、また DM 送ります。今日お休みメール送れなくてごめん、おやすみ。昨日も送れなかったよね、そういえば、ごめんね、おやすみなさい。明日福井楽しみましょう、バイバイ。